例えば今、国際結婚を考えてる人がいるとしたら、そういう人に対して何か一言ありますか？なんだろう、そのかっこいいことが言えないいやいや、な。かっこよくなくていいんですけど、全然。なんか、逆にこう、プラスの部分でもいいし、こう、注意点というか、国際結婚するときは、まあ、こういうことに気をつけろよ、みたいな話でもいいですし。国際結婚ってすごいいいと思うんですよ。うん。なぜなら、その逃げ場所ができますね、世界中に。ああ、なるほど。日本以外の場所にってことですね。そう。で、私みたいに、その教育移住の方は、ほら、頑張ってね、マレーシアに来て、自分たちで家を借りてとかってするけど、国際結婚の場合は逃げ場所が一個できるから、その子供たちにどんどん逃げ場所を私は広げたいと思っていて、それにとってみたら国際結婚はすごいおすすめだし、あ、は家人と結婚してください。家人と結婚す ると、そうなんですか。めちゃくちゃ逃げ場所が増えます。え、それはなんでですか。私ね、実はなんか、これまた一番初めの、その、なんで旦那さんと結婚したかっていうのに戻るとこもあるんですけど、私小さい時から理想の男性というのは、戦争になっても地震になっても無人島に行っても、私のことと私の家族を守ってくれるっていう、私おお。の理想だったんですね。まあでもね、そういう頼りがいある人、いいですよね。いいですよね。でも多分それはなんか、おじいちゃん、私おじいちゃんと住んでたんですけど、戦争体験してて、おじいちゃんは満州とかに行ってて、なんとなくなんか、この世の中は何が起こるかわからないっていうのをおじいちゃんからすごい 聞いてるのか、なんかこう肌で感じてて、だから、なんか、大企業ですごく勤めてる人とかっていうのもすごい魅力的だけど、なんかもうこの人だったらどんな動乱の世界になっても、なんとかするだろう。でもそれはマッチョで、すごいタウンページビリビリビリって破るみたいな人じゃなくて、なんか生きる知恵というか、この世界をどうにか、なんとかして渡っていけるっていう人が欲しかったんですね、パートナーとして。で、話を聞いてみて彼を見てたら、まさに彼がそうで、なんか彼だったら、きっと戦争になっても、親戚が近く、なんか別の国にいるとか、ほら、家人なので、一応タイとかシンガポールとか中国本土にもいるし、ヨーロッパとかにもいるんですよ。あ、こ親の戚がですか？親戚がですね、親戚が。はあ、すごいですね。でも結構ね、家人だったら普通なんですね、これが。いみんななんか、やー、そうなんだ。いや、僕も話では、その家人のね、ネットワークはすごいっていうのは聞いてはいるんですけど、やはりそうなんですね。そうです。みんななんかもう危ないから一個の国に保険かけとくのは、やっぱり子供たちを外にっていうふうに出していくので、どんどん。で、そこでまた根付くので。だからなんか私は結婚した時に、あ、彼と結婚したら、バックアップも手に入るんだって思ったんですよ。バックアップ確かに大事。そのリスクヘッジ的にはめちゃくちゃ重要な発想ですよね、それ。すごいあざとい女ですよね、よく考えたら。だってみんなそういうマインドで、そのね、例えば年収が高いとかを希望するのって、要はそういうことじゃないですか。なんかまあ別にそのお金持ちになりたい、贅沢になりたいっていうよりも、多くの人はどっちかっていうと、その安心が欲しいというか、まあ、そういう人が多いと思うんですよ。でもね、そのお金の部分だけじゃなくて、そういう、それこそなんかお金で解決できない問題が発生した時にでも、ちゃんとその生活のバックアップ、ね、第2プラン、第3プランみたいなのが第2立てらプラン、れ第る。3プランが、で、この家人コミュニティに入ったら、私も多分そこの一員として守ってもらえるなって思って、あ、で、私も子供もで、なおかつ、そのやっぱりこっちに連れてきたっていうのも、このコミュニティの中にがっしり入れたら、多分将来的に彼らが何かどっかの国に行きたいとか、この国がダメになった、じゃあ、どこどこのおじさんを頼りなさいっていうふうに、そのコミュニティに乗せられると思って。なるほどね。いやー、それはでも、もう実際もう今入ってますもんね。すごい受け入れられてるし、サポートしてもらってるし、だからもそうなんですう、大よ。きいですよね。だからほら、世界中に、チャイナタウンがあってね、なんか困ったらみんな親戚頼って行きますよね、みんなチャイナタウンそうですね。ね。で、そこから一からまた授業を起こしてみたいにするから、やっぱりなんか、同族の意識がすごい強いので、それを子供たちに受け継いでもらいたかった。なんか、ムチョさんと話してて、どんどん明確になってきました。
いや、今のめちゃくちゃいい話でしたよ。マジですか？はい、本当ですか？はい、よかった。きっとね、今の若い人とかもね、参考になるんじゃないかな、この国際結婚。本当ですか？うん。絶対ね、本当に、なんか日本だけでここで種を保存したらね、うん、やられちゃいますよね。うんうん、そうそうそう。だ僕ね、前から本当ね、なんでそのジャパンタウンみたいのができないのかなって思ってるんですよね。どういうことですか？つまり海外にはチャイナタウンいっぱいあるじゃないですか。でも、日本人だってネットワーク作ってどんどん広がっていけばいいのになって思うんですけど、日本人はそういう動き方をしないんですよね、あんまり。そうですね。結構単体ですよね。家族は家族みたいな感じですよね。なんかあんまりお互いに迷惑かけちゃダメだからみたいなね。そう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 。でも、チャイナタウンのあの機能っていうのは、まあ僕、あれなんですよ。大学の頃、東洋史専攻だったんですね。で、割とその華人文化の研究みたいなことをやってまして、でまあそういう、なんかまあ同族の人たちが海外でネットワーク作るみたいなことをもうそこで学んだりはしてたんですけど、やっぱりそういうコミュニティ機能があるっていうだけで、その海外への距離が全然近くなるんですよね。本当に、本当にその通りです。そうなんですよ。だからそのね、機能っていうのをもっと日本人もね、持てば、なんかこう島国でね、ずっと固まる必要もないんじゃないのかなって思うんですけどね。本当にそうで、でも一昔前の、日本人ってもっとすごい出てたんですね。ああ、一昔前ってどのぐらい、どのあたりですか？戦後のなんかブラジル移民とかそういう。そう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 、戦前ですね。戦前、あ、私たまたまこんなところにこんなものが、はあ、これご存知ですか？マレーラン・イン機構。はあ、これすごい。はあはあ、あの有名な本で、金子光晴さんっていう昭和初期ぐらいの方なんですけど、はい、この方が戦争ある前からマレーシアに渡ってきて、あの奥さんと一緒にずっと、はい、あのマレーシアを横断してシンガポールまで行って、多分最後狩りとかまで行ってるのかな。で、すごいな。これに書かれてると、あの私が今住んでるジョーホールのめっちゃ田舎なんですけど、はい、すごい日本人がいて、彼はその旅行機なので、すごい日本人宿を転々としてるんですよ。おーおーおー。で、日本人がここにゴム縁を持ってるとか、うん、日本人がここに、なんか、あの、鈴縁を持ってるとか、すごいたくさんの日本人がいて、で、それでもそこの中でも一応なんか、その、日本人クラブとか、あとはお互いに助け合ってるみたいなのが結構描写があって、私は結構これを、はい、読んで、もうなんか、はい、あ、何もない人たちはここまでやったのに、私ができないことなんてないだろうって思って、これ私の結構心の、はい、あの本で、こうよかったらぜひぜひ、あの。わかりました。じゃあちょっとこれも、はい、この本もその動画の、あの、説明欄のところにリンク貼っておきます。はい、ぜひぜひ。あの、すごい有名な、そのなんか深夜特急とかね、我々の世代、すごい、バイブルだったじゃないですか。あの、いや、僕読んでないんですけどね。はい。名前は、はい、聞いていますけど。それの前の世代の人たちは、もうこの本を片手にバックパックを背負って海外に出てきたみたいな人も結構いっぱいいて、なんかすごいいい本なので、よければ。ありがとうございます。はい。なので、本当にその昔の、はい、昔の日本人が、いっぱいいたんだっていうのをこう胸に刻みながらですね、ぜひ若い方もなんかあの恥もあのプライドもかなぐり捨てて、うん、いやー本当今日はじゃあ本当面白い話ありがとうございましたというわけで、日本からマレーシアへ子育て移住という形で、移住した、たんまりさんのご紹介でした。本当今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。